麦ちゃん、上！マゼラン！麦ちゃん、戦っちゃダメよ！そいつは、インペルダウンの監獄所長マゼラン！毒毒の実の能力者なのよ！毒か！いかにもそうだ、麦わらのルフィ。目的は分かっている。ポートガス DS の元へは行かせやしない。麦ちゃん、急いでこっちへ。体中が毒で、触れもしない男にあんた、勝ち目ある？無駄だ。このフロアからの脱出口は全て押さえてあるのだ。貴様らの逃げ場などすでにない。そんな。ヒドラ！なんだこれ、全部毒か。毒の塊か。Oh nein, ich habe meine ganze Energie beim Minotaurus. Oh Gott, ich habe noch was. Otonashiku tsukamare, Mugiwara no Luffy. Omae wa ore ni furere koto sura dekin. Gomugomu no! Okay, sein Gift vergiftet auch. Mugi-chan!ごめんね。後で必ず。Okay, er macht jetzt irgendwas. お前の力を低く見ていた。だが、くだらん攻撃などもう通じぬ。ゴムゴムの。あいつの毒は厄介だ。どうにかして止めねえと。手で殴れねえなら。そうだ、あれをぶつけてやる。Was soll ich damit machen? ベノムロウ。こしゃくなまねを。いける。Okay. 調子に乗るなよ。この地獄のボスが誰なのか教えてやる。Wie schnell soll ich denn das machen, bitte?Oh, immer. Ja, genau. Immer wenn ich's machen will. Wo ist er jetzt hin? Ah, alles klar. Oh, die Sicht, wie die sich immer ändert, ist mega nervig.Schnell kann ich überhaupt nicht reagieren. Boah, wie wenig ich ihn einfach ziehe. Schon wieder.俺に膝をつかせようとは。だ
がその手についた毒は十分お前の身体機能を奪っていく。もういいだろう。これが貴様への刑罰だ、侵入者。24時間苦しみ、そして本物の地獄へ落ちろ。マゼラン所長、ご苦労様です。倒れた麦わらのルフィはいかように。やがて死ぬが、追っておいても邪魔だろう。レベル5の中央塔へぶち込んでおけ。Geschafft! それは死なねえ。エースを助けるまでは。麦ちゃん、助けに来た。友情の名のもとに。決死の覚悟でルフィを助けに来たボンクレーだったが、インペルダウンレベル5の過酷な環境の中でついに力尽きてしまう。意識を失ったボンクレーはやがて見慣れぬ部屋で目を覚ました。ベッドから起き上がり、部屋の扉を開けると、そこには目を疑う光景があった。よく眠れたかしら、バンバイ。ここはインペルダウンの下水道からあるはずのない道を進むとたどり着く囚人たちの楽園だ。ようこそ。ここはインペルダウンレベル 5.5 番地、囚人たちの秘密の花園。ああ、ニューカマーランド。インペルダウンの奥深くには秘密の楽園があった。そこでミスター2ボンクレーは、奇跡の人イワンコフの手によってルフィの治療が始まっていることを知る。助かる確率は数パーセント。地獄のような苦しみに耐え抜いた時のみルフィは命を取り留めるという。鎖につながれ苦悶の叫びを上げ続けるルフィ。それを見たミスター2は、友のために声を枯らして応援するのだった。頑張れ麦ちゃん、頑張れ。チキロ麦ちゃん、頑張れ頑張れ。治療の途中で激痛が消えることはないよ。つまり途中で声が途絶えた時は。メーシー。Aber wir sind noch nicht raus aus Impel Down. So. Die neue hier.
捕らわれる兄ペースを救うため大監獄インペルダウンに潜入したルフィだが、独特の身の能力者である所長マゼランに乾杯を喫する。猛毒を浴びて瀕死の状態となったルフィだったが、ミスター2ボンクレーとイワンコフに助けられ奇跡的に回復。革命軍の幹部であるイワンコフはルフィが革命家ドラゴンの息子であることを知ると、共に脱獄することを決断する。強力な味方を得て復活したルフィはエースが囚われているという監獄の最下層レベル6に乗り込んだが、時すでに遅く、エースは海軍本部へと連行された後だった。エースを追って海軍本部に向かうことを決意するルフィ。しかしマゼランの策によってレベル6に閉じ込められ、牢獄から脱出する手段が見つからない。そんな時、牢の中から一人の男が話しかけてきた。ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。お前ここに捕まってたのかクロコダイル。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。保証の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む、わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。ゴムゴムのーよかった。うーさん、俺行くよ海軍本部。ein paar Gegner. ゴムゴムのー支部会が二人だと。どうにか勝ちで持ちこたえろ。おい兄、またビビに手出したらぶっ飛ばすからな。相変わらず甘いことを言え。Hey, Wasser und Sand。アラバスタは用済みだ。シャに出たところで面白みはねえ。白ひげと海軍が戦争を始めんだ。あのジジイの首を取るまたとねえチャンスってわけだ。カラビルト、カラビルト、これくらいで俺を止められると。カラビルト、そう、Zeit hier zu verschwinden。So, weg mit denen!
白ひげの親父さんに手出しはさせん。クロコダイル。Oh, was für eine Schlacht. Die mit den Schilden hier weg. Jetzt habe ich hier keine freie Bahn. Oh, der Minotaurus ist zurückgekehrt. Halte den Minotaurus auf. Da ist er. Restlichen Wachen. Nicht schlecht. Nicht mit mir. So. Dieses Gefängnis hält mich nicht auf. それが破れちゃこの世は恐怖のどん底じゃろうが出さんと言ったら一歩も出さん。やめときな。正義だ悪だと口にするがこの世のどこを探しても答えはねえだろ。くだらねえ。何か取り込み中だったようだな。ティーチ、貴様がなぜここにおるんじゃ。いや、今は黒ひげと呼ぶべきか。黒ひげ？お前が黒ひげ？おめえが我が隊長エースの弟だったとはな。ここにいていいのか？もうすぐ始まるぞ。お前の兄貴の公開処刑がよ。ゼハハハハハハ。な、待て。クローズ。エースは白ひげの船で滞在を犯した俺をずっと探してた。ああ。都合のいいこと言うな。やつを打ち取ったら、セクロはあっさりと俺の仲介入りを認めてくれた。エースが先に現れなきゃ俺はおめえを殺しに行くつもりだったんだな。麦わら、どうだ。
せ。今は何が先だ。Für die Ausreden lassen. Von hinten so richtig in den Rücken.